パン取れんじゃないこれ。ちょっといやー最高。ちょっとこれあいいね。戦いが別方向に今日は何を、はい、今日何するんすか。何すか今日は。エンマ三吉。誰やねん。誰やねんそいつ。なあ。ずっとエンマ三吉のこと聞いてくるけど。誰やねんそいつマジで。誰なんですかね。誰なんですかね。これでいける。入ってワイプ何回出てんねん。そんな俺と屋敷がテレビで、まあ、いやマジジムは出てんねん。ワイプ10、うん、お前と屋敷とその他の方々のおかげで、まあ、そうでしょ。アメトークワイプがでかいなとか。アメトークのワイプ入った。うん、アメトークの入った。デラックスもあでかいな。いいっすね。1年間3年間ぐらいさ、もうワイプでしか出てなかったらさ、その世間の人さ、ほんまにこんなやつおんのかみたいなさ。こいつワイプでしか見たことない。それやりたいな。そのなんか俺適当なさ芸人の名前さバンバンさ一人だけな、はい、出してさ、はい、この五反田ガレージでさ、はい、ワイプだけさ、はい、なんか適当に写真出してさ、はい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 、そんなやつおらんって。どこで気づくんやろなみんな。だから、うん、エンマ三吉みたいに言って、それっぽい洗剤出すってこと。うんうんうん、そうね。なんやエンマ三吉。ワイプ DIY。エンマ三吉 DIY。エンマ三吉。なんやねエンマ三吉。なんで俺もこれが出たんかわからないけど。ピン芸人。そうピン芸人のイメージで言ったわ。あ、ヘブン&ヘルのエンマ三吉。何やねん。ウッタ二兵とかおるんだ。何やねん、ブータニー。 DIY が得意。 DIY が得意だ。マイクさんが言い出してよ、それじゃあ。DIY で、俺は知ってる感じで行くから。お前、エンマ三吉に頼んだりせえへんのみたいな。お前、エンマ三吉ね、あいつやってるらしいっすね、DIY とか。今からやる、はい、今からだから、こっから演技パートよ。だからよーいスタート。でも DIY さ、なんかマジのやつとかも結構最近ちゃんとやってるよな。ああマジのやつ、なんか美容院に頼まれてとかやってなかったの、はい、ああはいはい、この間やりましたよ、美容院に頼まれて。そうなんですよ。マジの DIY してる方が少ないやんな、このチャンネルって。まあね、そりゃそうやんな。まあまあ、そのどこまでをマジとするかはありますけどね。あ、まあ、ね、それはありますけど、はい。なんかでもその森田も忙しいからさ、なんかその何でもかんでも DIY するの探すのも大変やと思うけど、だからあれっぽいなと思って、このやり方って。あのエンマ三吉の DIY もなんかそんな感じしてる時あってさ。エンマ三吉やったっけ。エンマ三吉？エンマ三吉で合ってるやんな。あの DIY 結構なんか見る人。後輩なんかな多分。誰っすか。知らん。そんなやつおる。ちょっと調べて。そんなやつおる。なんか DIY で、あの森田じゃないけど、なんかこれどこが DIY ねとかみたいなノリもたまにしてる。え、おる？ひろちゃん、そんなやつ、いないです。おらんやんけ。お話しちゃうぞ。もう何やねんこれ。は？何してんねん今これ。おらんやんけそんなやつ。やねんこいつ、嘘ばっかり言いやがってよ。早い早い早い。願いよりも早いって。やねんエンマ三吉って、そんな名前のやつ。お前結構俺頑張ったのに。
なんか、ちょけてもうた。ちゃんとやろ。俺も笑っちゃった。ちゃんとやろ。マジで笑わんとやってみる。マジで。もっとさらっと、普通に世間話のあれで。じゃあ、とりあえず、これをやって。まあでもちょちょっと終わるもんな。つけ棚だけやからな。っていうかバイクさん別に棚作るぐらいだったら五反田ガレージに頼まんでもいいでしょ。そういうことだって五反田ガレージに俺お願いしてんから。エンマ三吉にやらしときゃいいじゃないですか。エンマ三吉に頼むそこまで DIY やってるって言ってやってるらしいけど、俺そこまで関係性ないよさすがに。お前よりは上手いかもな。でもあーそうでしょ。でなんか YouTube とかやってるとか言うから。でもあいつその YouTube エンマ三吉の名前でやってないらしいですよ。あそうなの。確かにあんま見たことないな。そうそうそう、俺も一回調べた DIY やってるっていうから。でも出てけえんかったから。お前なん名前変えてんの。名前変えてんっすよ。何を一丁前にみたいなさ。腕前はいいらしいけどね。そうなの。エンマ三吉で部屋回らんやろ。これがエンマに頼んだか分からんけど。じゃあとりあえずこれをやって。まあでもちょちょっと終わるもんな。マジでつけ棚だけやからな、うん、一枚だな。棚だけやったらさ、エンマ三吉とかにやらしたらいいんじゃん。エンマ三吉俺あんま知らんもん、つながり。でもあいつ DIY は割となんかやってるらしいっすよ。いや最近聞くな、うん、なんか結構やってるんすよみたいな感じで言われたもん、うん、DIY やって。お前仲いいの。仲いいっていうかまあまあ面識はありますけど。そうか。まあまああったら喋るぐらいですよ。あったことあったっけな、覚えてない。誰ですか。でも言うなそれ。今ので OK やったやろ。こんなとこ使わんか。こんな何も生まれてない会話。逆に怪しい。今俺さらっと出したで。出したけど。うまかったよね出し方は。さらっとすぎて別にオンエアに載せへん。載せへんレベルのやつ。何も会話に波風立ってないので、ね。まあ惜しいな。聞いた方がいいかなと思って。無理か、今のでは無理よね。興味持ってもらった方がいいですもんね。そうだよね。俺もなんか緊張しちゃった、ちょっとさ。自然すぎた。NG 集面白そうっすね。エンマ三吉出そうとした NG 集。ちゃんとな、ついてこなあかんしな、その見てる人が、うん、エンマ三吉で誰ってコメントに毎回乗るようになる。ああ、そうですね。なるんかな。でもああいうほんま YouTube のコメント残す人とかってやっぱ結構ちゃんと調べるからね。調べます、ね、調べてみんなのためにリンク貼ったりするもんね。そうね。ちなみにこいつみたいな、エンマ三吉。あれじゃああれにしようか設定、うん、思いついたわ。何何調べづらい感じのやつ、うん、何あのエンマ三吉なんか斬新な DIY らしくて、うん、俺も見たことないねんけど、うん、ポコチャで DIY してるらしい。いやいや別に調べれるやろそんなの。いやポコチャまで調べて、うん、あいつしかもさその DIY の時エンマ三吉の名前でやってないらしいっすよ。あれそうやったっけ。うん、なんてやってんの。いや何やったかな忘れたけど、エンマ三吉で調べても出てけえか。ああそういうことか。うん、なんか小賢しいことしてるんですよ。あ別なんやな。なんか借金めっちゃあるんですよね、エンマ三吉ね。あのほんまにあの親父が借金あの抱えて、はい、でまあ保証人でな、はい、何億っていう借金抱えて、はい、であのマジで抱えた瞬間、抱えたって分かった瞬間微動だにせんかったらしいんだけど、マジであの首回らんかったらしいっすよ。なんか生まなかったぞ、生まなかった。一瞬うまいんかなって思った。あかんない、今のあかんない。変な小話入れてもらった。小話でもなかったし。小話もなかった。またこれ NG 集。
あ、ちなみになんですけど、うん、森さん家全然決まんないじゃないですか。まあ、決まらないですね。だからあの風呂敷ハウスさんじゃないですか、うん、おうおうおう、サラババアも DIY おうちょっと手伝えるって言ってました。あ、はいはいはい、あ、ええやん、やってもらおうよ風呂敷ハウス。だってヒロちゃん一人でやっぱ無理やろ、うん、そのバーおさん作業量で、フースケハウスもそうやし、で吉本の翔平っていう、はい、あの DIY やってる芸人もそうやし、あいつもなんか手伝ってくれるとか言ってたし。それどこで知り合ったんですか。それあのあれよ、特番。あ、うん、そうなんですか。そうそう、あいつすごいやつおんのよ。へえ。まあエンマ三吉も手伝ってくれるとか言ってたから、だからいけんじゃん多分。あ、結構仲間増えてきましたね。うん、うん、まあ今のところ3人いますけど、はい、まだまだこうやってくれるね、はい、人を募集してますんで、はい、どしどし言ってきてくださいね。なるほど。あそこそんな広かったですか、あのスペース。確かに、ウースケハウスとさ、その翔平とエンマ三吉でもうギッチギチなるよ。エンマ三吉がさ、相方連れてきたらもうそれでもう5人ぐらいになるからな。どうすんだよな。今回え、黒川さん、あれ棚はやってたんですか、なんか棚って、作業、棚っていうか、あ、ごめん、何囲い今さっき、はい、やってきました。すんぼかかっただけすぐ。いやいや、結構かかるやっぱり。ああ、大丈夫、できました。できましたろ。何聞きたい。何を聞き出したい。そのいや、なんかもしじゃ考えたら俺ら一番何になんでこんなこと聞いてくんねんって空気出てたやん。いやいやいや、何、どのワードやねん、もう言ってくれ。エンマ、エンマ三吉さんだと思う。あ、そうちゃうから、そう、リアリティ的に俺らは何言ったんですか。ああ、そうやな、ずっと言ってますけど、ほんま見てる人多分誰か全然わかんないっすよぐらい。いや、あ、そこまで行くかどうかやな。はいはいはい、そのどう、その確かにね、見てる人とか言うとね、そうやね、なんかそうそう、もうしれっと毎回エンマ三吉の、はいはいはい、洗剤だけ出すっていう方がいいかもな、はいはい、確かに、うん、だから、うん、流れで出すわ、フースケハウスのさ、はい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 、写真出せるわ、あれ、フースケハウス。あ、出せる、出せます。あ、ちなみにフースケハウスさんが、うん、あのバーも手伝ってくること可能って言ってましたよとか言いましょうか。あ、そうね、そうね。このクソ企画。誰のためにやってんの。このクソ企画はよ。じゃあ3、2、1。あ、ちなみになんですけど、うん、森さん家全然決まんないじゃないですか。まあ決まらないですね。だからあのフースケハウスさんじゃないですか、うん、おうおう、フースケハウスもそうやし、この間俺翔平っていうさ、はい、あの吉本のその芸人、はい、あれこれ間違えたかな、はい、間違えた。もう一回いけるか、このまま降りれる。あ、いける。はい、だからフースケハウスもそうやし、はい、で吉本の翔平っていう、はい、あの DIY やってる芸人もそうやし、まあエンマ三吉も手伝ってくれるとか言ってたから、だからいけんじゃん多分。あ、結構仲間増えてきましたね。うん、うん、なるほど、心強い。これは心強いね。あ、OK。 よかったんじゃない。なんでこの下り使ったの。あれ確かに変にオチもない。だからね、まだ募集してますよとか言っておきます、最後に。なるほど、そうですね、確かに。どういうこと、テロップね、3人とりあえず今おるから、うん、今でもまだまだね、募集してますから。はい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 、こっち向いて言えば。確かに、確かに。だからね、その、まあ、今のところ3人いますけど、はい、まだまだこうやってくれるね、はい、人を募集してますんで、はい、どしどし、言ってきてくださいね。なるほど。はい、あそこそんな広かったですか、あのスペース。確かに、風助ハウスとさ、その翔平とエンマ三吉でもうギッチギチなるよ。エンマ三吉がさ、相方連れてきたらもうそれでもう5人ぐらいになるからな。どうすんだよな。OK。
大丈夫かな。いけるよね。いけると思います。あれこれこのまままっすぐでいい。うわめちゃ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 いいやんこっち。おい。こっちめっちゃええ感じになってきてるやん。やばい。焦ってきた。間に合うの？間に合うよ。間に合わんかったら間に合わんかったでいいし。まあウッドオールはもうそのいやいや言ってくるけど、はい、まあもうエマ三吉あたりにやらしといて、あとは俺らはこうソファー探しやから。ウッドオールぐらい多分エマ三吉できるから。あ、手伝ってもらうんだ。あ一応ね言っては声はかけて。もうなんかあいつ一丁前なんかすみませんその日営業なんすよみたいな。あいつあの階段のあれやってるからさ。階段。あいつ階段やのねあの階段話やってるから。ね、それの営業なんですよ、ね、稲川さんと一緒でみたいな。どうしようと。まあまあいいですよ。はい。え、エンマさん吉どうすんの？そうなんですよ。うん。今2回言ってんすよ。うん。エンマさん吉の？はい。うん。2回とも、うん。一応コメント欄とか見て、うん、反応見てるんですけど、うん、反響がゼロなんですよ。やっぱりこれエンマ三吉が本当に実在してたらさ、はい、めっちゃかわいそうじゃない。なあ全然俺の話コメントに出えへんやん。相方とかにもめっちゃいじられんて実在してたら。お前の名前めっちゃ言ってくれてんのにコメント欄に一個もないやん。ライブとかで言われる。こいつねさらばさんの YouTube でね名前めっちゃ言ってもらってんのにコメント欄にエンマ三吉って一個もないんですよ。うっさい。存在感全然ないんですよ。お前が言うな。滑ってるねライブで。今日もどっかで、ね、今日どっかで言うか、はい、間に合うの？間に合うよ。間に合わんかったら間に合わんかったでいいし。まあという感じですね、はい、今途中経過は。あ、ひろかさんあれだけ。ひろちゃんこれどうしたらいい？森さんあれですね、うん、ああだからこれもうだからまあウッドオールはもうそのいやいや言ってくるけど、はい、まあもうエマ三吉あたりにやらしといて。あとは俺らはもうソファー探しや。なんかあいつ一丁前なんかすみませんその日営業なんすよみたいな。あいつあの階段のあれやってるからさ。階段。あいつ階段やのねあの階段話やってるから、はい、それの営業なんすよ、ね、稲川さんと一緒でみたいな。まあまあいいですよ。はい、無理やりエンマ入れ込んだな。大丈夫。まさか階段をなりわいとしてるとはねエンマが。階段やってたよな、エンマって。コメント来ますかね。何がコメント今、うん、エンマに対してエンマに対して、うん、来るか。でもさすがにさ、はい、3回目ともなるとさ、うん、いや、エンマの名前出しすぎじゃないってなってるかもね。確かにね、うん、いつも写真だけで出てる、うんうん、そうね。まあまあ、ちょっと待ちましょう。はい、コメント来ること。結構森さん、その、うん、エンマさんのこと好きですよね。何が森さん、どういうことですか。あのエンマさんの話ばっかり出てくるなと思って。これどっち今。今どっちやねん。ガチの方。ガチの何ガチの騙す方。騙す方。ああ。いや、まあ、見たことないんで。なんすか。エンマさん見たことない。あ、エンマ？エンマまあまあいいやつですけどね。割とバイクさんと同じぐらいいいやつ。あ、そうなの。エンマはね。後輩ですよね。後輩っすね。エンマ。あいつ昔、まあ、もともとめちゃめちゃやんちゃしてて、はい、で、その時 の, あの暴走族の名前がエンマなんですよ。あ、そっから来て、そう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 、そっから来てる、エンマ三吉、エンマの暴走族、エンマっていう暴走族の三吉やったらしいです、ナンバー3やったらしいです、そうなんそうそうそう、じゃあ、なんか暴走族係の人とかって、結構、DIY 得意な人多いんですか、ね、やっぱそうなんでしょうね、結局、バイクとかいじりたいし、はい、っていうことなんじゃないですか。あの人もそうですよね、サンダーさん。うん。そうで、エンマは一回ほんまにバイク事故で死にかけた時に、はい、なんかじいちゃんかなんか助けてくれたみたいな。そっから霊感がすごくなって、で怪談話とかするようになったんです。エンマ
そうなの、はい、らしいです、はい、ちょっと会いたいですね。そうですね、まあ、ここ手伝いに来るときに会えるんじゃないですか。でもまあ、なんか言い言う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 言ってたから、どうなるかね。森さんがそんな可愛がってる後輩がいたら違います。こんなエンマのことほらんやろ、こんな。いやね。もういい、これでエンマ話は。ああ、興味持ってもらえない。いや、ほんでさ、うん、エンマからもさ、なんか電話があってきてさ、はい、なんか YouTube、はい、猫のとこばっかり見てまいますわそんな電話いる？わざわざ電話してきてさ、そんな電話いる？仲いいっすよね、でも森さんね、エンマさんと、まあまあバイクさんとかな、あの辺と、うん、なんかそれも感じやけどな。結構そのだから、うん、バイクさんと、うん、屋敷さんの話は、うん、今までよく出てたじゃないですか。うんうん、エンマさんきさんも結構仲いいんですね。うん、そうね、エンマさんきちもよく合コンとか行って、うん、たまにね合コン行ってみたいな。で、大体あいつは終電で帰るみたいな。誰よりも先に女の子よりも先に終電で帰るっていう。先生僕ちとしたらバイトなんで。人気あるんですかね。人気はあるけどな、やっぱワーキャーがやっぱあいつ意外に素顔が男前やから。あ、そうなんですか。そうそう、エンマって素顔めっちゃ男前やから。潜在写真見る感じ全然そんなことなかった。うん、なあ、小田切城みたいな顔してる。そう。エンマの素顔って。そう。もうちょっとヒゲあってみたいな。ほんま DIY できるやつみたいな感じ。で、あれやからな、やっぱ DIY がすごいから、はい、結構その仲良かったからな、エンマは。へえ。そう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 。そうなんですか。うん。だあいつも近々タイマーでパクられんじゃん。まだ今コメントが全然来てないじゃないですか。エンマは。はい。今回、うん、いっぱい喋っていっぱいというかまあエンマのさ、はい、もうさあれやり始めてもう2ヶ月ぐらいだ、はい、もう飽きてきてんけどね。マジで。いやいや、コメントつけへんしさ。コメントゼロや。誰もエンマに触れへんや。こんな触れへんかってぐらい触れへんや。そうですね。当初は何つってたっけ、コメントとかで、はい、都市伝説みたいになっていく、はい、なっていくんちゃうか、はいはい、都市伝説にすらなれへん。じゃあもうコメントついたら終わりにする、はい、1個でもエンマの、うん、エンマという文字のコメントがついたら、うん、もう終わりにしようか。終わりですね、はい、でそこから、ネタバラシ の、はい、素材を出す、うん、エンマさん吉 DIY を出すってことね、はい、プレゼントは、うん、最初にエンマに、あ、最初にエンマのコメントしてくれた方には、うん、プレゼントしようか、なんか、うん、フィギュア、お前なんか作りますそれか。フィギュアって人から集めたやつ。人から集めたで、あぶれたフィギュアあげる。なんかコースター作ったら、その板です。コースター作ったら、いいっすよ、丸く切って五反田ガレージって書いたコースター。で、こっからはエンマのエンマ三吉、エンマ三吉の、いいよ、俺いける、いけるわ、いけるわ、行くわ。じゃあだから猫見てないっていうところから行くわ。はいはいはい、はい、じゃあほんでさ、うん、エンマからもさ、はい、電話がかかってきてさ、はい、なんか YouTube、はい、猫のとこばっかり見てまいりますわ。そんな電話いる？わざわざ電話してきてさ、そんな電話いる？あいつもこのなんかこの間なんかネットニュースになってた。マジっすか？なってました？うん、何になってたの？あ、何やったかな、なんか軽犯罪バレたみたいな。エンマさん立ちションしてるとこ見つかったみたいな、そんなんやったんでしょ。いらんか。ネットニュースの、まあ、家、まあ、めっちゃ近いし。家も近いですね、うん、俺んちの右隣ぐらい。手や、マンションが右隣。手や めちゃくちゃ近いよ。呼びます、ほんとね。何が？チャンネルに。長いって。おい、長いって。
やっぱいや見てくれるかなと思って、視聴者が公園からそもそもでは。いや、さすがに来るやろ、ここまで。いや、不自然やろ、そんな右隣に住んでるとか、ネットニュースなったとこ。ネットニュース生かしなんですね。ネットニュースはでもほんま、我々が言ってるとこギリギリぐらいまで来たって、どこまでやろ。確かにな。じゃあだから、いや分かった。じゃあ今回もちょっと薄めでいいわ、エンマ。いや、またどう出てこないですよ、じゃあ。だから一生続けなあかん。出てくるまでやるんや、だから。まだやるんですか。いいの、森さん飽きたって言ってたけど大丈夫ですか。いや、いいよ。ただ、そのあれやね、はい、そのやればやるほど、エンマのバラシ DIY が長なるで。はい、確かに。それは確かに。ほんま。こんなもん、誰が見んねん。めちゃくちゃ素材ある。今すら素材結構あるから、はい、もう僕もおはよう終わりたい。いや、でも円盤話も1時間になってもいいから、俺はもう永遠やりたい。今やりたくないよ、しんどいよ。そこにそやってること一緒やからさ。何も進化してない。来てくれ、コメント来てくれ、うん、え、今日ね、人気どこまで使い、人気あるんすか、円盤さんって。え、人気あるんすか。人気はあるけどな、やっぱワーキャーがやっぱあいつ意外に素顔が、あの男前やから。そうなんですか。そうそう、エンマって素顔もちょっと前、潜在写真見る感じ全然そんなことなかった。あ、小田切城みたいな。そう。エンマの素顔って。そう、ちょっと死んでやってみたいな、ほんま DIY できるやつみたいな。あ、もうこれで終わろうな、マジで。来てくれマジで。これが流れてるってことは、はい、コメントが来たってことやからね。あ、そうですね。そうね、エンマ三吉さんの、はい、コメント、はい、来ました。あ、よかった。よかったね。やっぱ前回結構喋ったもんね。喋りましたね、エンマの、はい、あ、はい、聞きますね。もう1時間前にも来てるから。エンマ三吉何も検索しても出てこやん、うん、エンマ三吉ってパンプキンポテトぐらい。あー、いい推理ですね。パンプキンポテトフライのね、谷のね、こうヒゲの生え方とかがね、エンマっぽいんですよ。だからそこでちょっとこうトラップになってたんじゃないかなっていうのは。エンマさん、マジでインターネットに情報持ってるんだけど、もしかして実在しな。あ、ここまでね。ここまで言ってくれたのにね、この人ではないんですよね。一番最初にエンマの存在に気づいた、うん、エンマが存在してないことに気づいた人なんですけど、仲ええんやったらエンマ三平出してやれよ。バイクはもういいから。三吉なんすよね。惜しかったねー、この人。あ、それは該当者に当たらなくなっちゃう、うん、これはちょっとエンマ三吉じゃないんでね。エンマ三平なんでね。はい。この人たちじゃなくて、この次の人ですかね。専務の陰に隠れて最近ちょいちょい名前出てくるエンマ三吉って検索かけても出てこないんですが、この世の生き物ですか。おお、違います。じゃあこの方にコースターをプレゼントということですね。あなただという証拠になる、例えば、このアカウントにちゃんとログインしてますよっていうスクショとかを添付して、メール送ってくれれば、そっからやり取りさせていただきますので。で、結局、あの、エンマ三吉は、その、誰がモデルになってるの。僕の後輩です。何、どういうこと。会社の僕の後輩に、ちょっと。やらして。あの、SNS とか、もう全くやらないタイプの人間なんで、世の中におそらく顔が出てないだろう。ああ、怖っ。次そいつの物語や。俺の顔がネットで拡散されている。隠しといちゃうの。怖いや。言ってるからそれは。っていうか、なんかあれやろ、偽アカウントみたいなできたやろ。そう。なんか、うん、なんか勝手になんかツイッターでつぶやい、はい、何、エンマのアカウント作った人がおんねやろ。うん。うん、でももしかしたら俺らでも知らないところでエンマ三吉がやってるかもしれないですね。はい、4人も奇妙な、これは4人も奇妙な、ここで。俺森田やし。みたいな話してて。
一回同じことすんの。